全翼機の例、米軍の B-2 爆撃機。全翼機フライングウィングエアクラフトとは、胴体部や尾翼がなく、一枚の主翼のみによって、機体全体が構成された飛行機のこと。一般的な飛行機は、主翼、胴体、垂直尾翼、水平尾翼で構成される。だが、構成要素が多くなるということは、重量が重くなり、空気抵抗も増すということである。そのため、 主翼のみで構成される全翼機の概念が考えられた。しかし、全翼機には設計上の混乱が多く、完全な実用機となったものは b にしかない。ホルテン4グライダーノースロップ N-1M なざむ無備翼機の概念は古くからあったが、これが全翼機として考えられ始めたのは20世紀初頭のことである。1910年には、 ドイツの風合ーーユンカースが全翼機の特許を得ている。ユンカースは全翼機の低抵抗と大搭載量により大西洋横断用旅客機の開発を目指していた。1919年に JG1 の名称で開発を行ったが、これは大型機のため第一次世界大戦敗戦後のドイツに許された航空機開発のサイズ制限に抵触し、開発中止となった。 1929年にはユンカース G38 が開発された。これは全翼機ではないが、そのコンセプトを取り入れており、胴体は短く、幅が長い大型の主翼を有していた。主翼内にはエンジン、燃料のほか、乗客席4つがあった。1930年代以降は、ジャックノースロップやホルテン兄弟をはじめとして、アメリカ合衆国とドイツで、 全翼機の試作が行われている。ホルテンエッジ1グライダーは1933年に初飛行しており、1941年にはノースロップ N-1M が初飛行している。第二次世界大戦中のドイツでは、水力が不足であった初期のジェット機の抵抗軽減のために全翼機に着目し、 ホルテンホ 229Z 戦闘機の試作を行い1944年に初飛行している。対戦後の1950年代にかけてはアメリカ合衆国の爆撃機デザインとして試作が行われた。低抵抗による航続距離延伸を狙ったものである。ノースロップによりレシプロの YB-35 やジェット推進の YB-49 が開発された。しかし、 安定性が不足し、航続距離延伸も期待されたほどではなかったことから、実用化には至らなかった。軍用の全翼機に再注目されるのは1970年代のこととなる。全翼機は、レーダー反射率が小さいことから、ステルス性に優れ、安定性を欠くことについてもコンピュータ制御技術によるフライバイワイヤーを採用することにより、これをカバーすることができようになり、 B-2 爆撃機が実用化されるに至った。全翼機の利点と欠点は以下のようなものである。ノースロップ XB-35。ありがとうございます。